37名のスター候補生たちが3ヶ月後のメジャーデビューをかけ、過酷なサバイバルオーディションで競い合う。果たして熾烈なオーディションを勝ち抜き、見事デビューを果たすのは一体誰なのか。スター育成ガチンコドキュメンタリー、ガチダン。さあ、今日から始まりました新番組、スター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン、この番組はですね、時代の主役になれるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組と。なるほど。はい、もうすでに事前審査を通過した37名のスター候補生が3ヶ月間のサバイバルオーディションに挑む姿を完全密着すると。もうどんどん脱落者が出まして、立ち上がった方は3ヶ月後にメジャーレーベルから即デビューが決まっていると。へえ。そして審査をするのはメジャーレーベル、芸能事務所、番組から構成されたガチダン選考委員会。スターに必要なあらゆる要素を厳正に審査し、メジャーデビューにふさわしいメンバーを選抜していく。そして候補生たちの頑張りを毎週一緒に見届けるのはこちら、モデルのさなちゃん、そしてモデルのやねちゃん、はい、そしてマイネームのせんおくんです。よろしくお願いします。お願いします。おじさんどうですか？おじさんじゃない。いや、ヒゲこそ生えてますけど。生えてたらおじさんですから。そこから直せって話ですから。どうですか？若い子が今から頑張る姿を見るわけですよ。いや、いいですね。なんか青春って感じがして。まあでもイケメンが揃ってると分かってますけどね。うん、どうですか？ナツさんの好きなイケメンスターいますか？はい、豊悦。イケメンスター。イケメンでしょ、だって。豊悦か、草刈正雄ですね。おー、言えばスターだね。そう、それが半々ぐらいの割合でいたらね、我々もね、盛り上がれますけど、ね、楽しみですね。はい、スターになるために必要な要素、何かありますか？そのファンの方を夢中にさせる、何か虜にするものがやっぱ必要なんじゃないですかね。そうです、歌とかダンス以外でプラスアルファ、何かに夢中になるものが、要素があったら、なんか、いいんじゃないかなってやっぱ思いますね。若いのちゃんとした意見を持ってますね。意外と持ってますよ。しかしない、はい、はい、意外と持ってます。ガネさんはどう思います？やっぱ最近の人ってやっぱファッションとかも大事なんじゃないかなって思って、やっぱ歌って踊れるだけじゃなくてね、見た目も大切なのかな。おしゃれじゃないとダメだと。セヨン君はもう先輩に当たるわけですから、すでにスターなわけですよ。そうだ、僕は逆に基本のダンスと踊りのもと、おお、基本に忠実あれと、はい、やっぱり基本ないと他何でもうまくやってもあんまり意味ないと思います。本当にいい子だね。さあ、それでは今回のオーディションの様子見てみましょう。どうぞ。オーディションのためにやってきた37名の候補生たち。ここでダンスと歌の審査が行われる。しかし、実は彼らには知らされていない重大な事実が。それはこの日の審査で候補生を半分に絞るということ。つまり次の審査に進めるのは18名のみ。今回ダンスの審査をするのは、でこちらの方です。お願いします。おはようございます。おはようございます。今回あの皆さんのダンスの審査をしていただくのはエンジン先生です。エンジンナンバーナイン。ニューヨークのストリートパフォーマーとして活動し、ヒップホップダンスの世界的チーム、ニューヨークシティブレイカーズで日本人初のメンバーになるなど、ヒップホップダンスの草分け的存在。かっこいい。多分ダンス経験者の方が有利かもしれないと思ってると思うけど、今日の審査は決してそんなことないんで、ダンスにおける身体能力っていうのを徹底的にちょっとチェックしていきたいなと思ってるので、はい、ついてきてください。はい、はい。そう、エンジンが見たいのは技術ではなく、ダンサーとして必要な素質。その素質を見るための最初の課題は、音をかけていくので、そのリズムで
右腕から45度ずつドツ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 、右足前出して、この状態で今のを繰り返します。俺がストップって言うまでやめないってこと。いい、はいはい、OK。 本当の基本ですよね。あ、これやるの。これだけ1ヶ月3ヶ月ぐらい練習します。あ、重要なんだね。じゃあ、こうして始まった第一次審査。この単調な動作を繰り返し続ける。しかしこれで一体何を見ているのか。審査的に言うと、まず体幹のブレっていうのと、あとは、リズムをキープし続けれるか、あとは集中力を切らさないかっていうところを重点的にポイントとして見てた。ダンスのキレの要となる体幹の強さ、そして同じリズムを長時間維持する集中力、ダンサーに不可欠なその2つの要素をエンジンはこの課題で審査していた。続けること10分。集中して。でもこれまあまあきついんじゃないの。ずれ始めたね。これ音聞こえてるよな。わ、めっちゃ怒られてる。怖っ。リズムが乱れ始めるダンス未経験の平島。さらにエンジンが足を止めたのは本田成也の前。正直言うともう論外だね。特に体幹ができてない子だったのでブレブレになってた。本田から本田君厳しいのかなと、現段階では厳しい評価の本田。一方エンジンが目を向けたのが渡辺流星。最初基礎トレーニングで、体幹とリズムっていうのがやっぱりこれの中で一番評価が高かった彼なんですよ。踊れるなと思ったんですよ。期待をしてる。リズムに狂いがなく、長時間の片足立ちでも軸がぶれない体幹の強さに可能性を感じたという渡辺。見て踊れるかどうか分かるの。ここからさらに続けること20分。アイコス吸いたいでしょ。20分あるんでしょ。そしてだいぶ吸いたいでしょ。アイコスがとかないから。およそ30分の片足立ちに疲労の色がにじむ候補生たち。まだいけるよな。結構きつい。大丈夫やな。大丈夫やな。大丈夫やな。よし次。休む間もなく続いての課題へ。俺がクラップするんで、クラップを聞いたらジャンプするってことだよね。着地をして、自分で何でもいい一つ好きなポーズを作る。何でもいい。これもいっぱいやった。あ、やるの？はい。どういうふうにすれば一番線が綺麗かを鏡見ながらずっとやりますよね。へー。手拍子に合わせてポーズを取る。これは一体何の審査なのか。ポイントは止まるっていうことで、止まるって実は、簡単ではなくって一番筋肉を使うんですよ。で、踊りってその流れてるように見えるんだけど、止まらないとキレがなくなってくるので、それをどこまで継続できるかっていうのを、チェックしてた。プロのパフォーマーにとってキレのある動きを長時間維持するのは大前提のスキル。エンジンは30分の体幹審査の後にこの課題を課すことでそのキレを見ていた。疲れてるのが見えてきますね。あ、ヘトヘトでしょもう。そうだよね。はあ。予想外のハードな審査に戸惑う候補生たち。いや、きつかったですあんまりああいうトレーニングはしないので。あんま運動してこなかったんでここで来たな。何でイケメンじゃん。しかしここで耐えなければデビューへの道は閉ざされる。足が結構きつかったんで、ちょっと伸ばして次のやつに備えようかなと思います。オーディション勝ったらメジャーデビューかかってるんで、中途半端にやってもダメかなと思うんで、これぐらいでまだまだです。
そしてこの後いよいよダンスの実技審査へ。しかしそれはさらなる過酷な審査の幕開けだった。楽しいんだったら学生で遊んでればいいだけの話だから。うわ厳しい。いよいよここから本格的なダンス審査へ。本格的。今まではだいたいみんな その基礎的な体力だとかその基礎的なものを見せてもらったんだけど、ここからは皆さんにそれぞれに踊りというものを見せてもらうので、3人ずつ出てきてもらってでこっちで曲をかけるので、それに合わせて自分が感じるままのダンスを、踊ってもらえれば結構です。はい。まずはダンス未経験のこの3名。じゃあまずこの曲でじゃあ踊ってみてください。緊張するだろうね、うん、これ何その指示はないぞ。何も一人一人なんか血しなる踊りを見せるってことですよね。ダンス未経験だけあってその動きはお世辞にもうまいとは言えない。それでも思いつく限りの動きをする3名。果たしてエンジンはどんな評価を下すのか。はい、そうです。はい、わかりました。 OK です。じゃあ次。続いて2組目はこちらの3名。楽しそう、うん、なんか恥ずかしそうだな、うん、動きがすごい。なんかちっちゃいね。ちっちゃいですね。あ、でも周りを巻き込む系。石川が周りを巻き込むという大胆なパフォーマンスを見せる。ほら、いい、うん、エンジンの目にはどう映ったのか。あのさ、自分たちが楽しむんじゃないんだよ。あら、見てる人にその楽しさ、ダンスを伝えてほしい。楽しいんだったら学生で遊んでればいいだけの話だから。うわ厳しい。あ、真ん中の攻撃かっこいいじゃない。その後も厳しい眼差しで候補生を審査していくエンジン。得意のダンスでアピールする候補生や、うまいじゃん、ダンス未経験ながら独自の感性を頼りに必死に体を動かす候補生など、すごいキレキレな感じしたけどね。各自思い思いのダンスを披露していく。そして体感審査で評価が低かった本田は、その踊るという意味では決して悪くなかった、自分でベースを弾いててそのライブとかもやってるので、その音に対する反応ができてる。あ、そういうのあんの。そんな中一人の候補生にエンジンが興味を示す。うちに秘めてる能力っていうのが見てみたいと感じれることだったんですよ、うん、ほう。それはダンス未経験の福田。なんか寡黙な、かっこいいじゃん、寡黙な感じ。で、おそらく彼は感覚的にね面白い感覚を持ってると思うんだよ俺、匂いとして、うん、ほう。
さらに次のグループではダンス経験者の矢作がブレイクダンスを披露。エンジンの評価は、音を感じてない。それが一番彼の悪いところ。感じてない。今回のオーディションの中で一番ダンスらしいダンスを、そういう意味では踊ってたんだけども、ブレイクダンスってない音楽のジャンルの音楽をかけたんですよね。なのにブレイクダンスを踊った。アホかと。果たしてどう評価に影響するのか。そうか、先生から見ると違うんだね。 そこは。そしていよいよ最終グループ。このグループには先ほどの体幹の審査で高い評価を受けた渡辺の姿が。果たしてダンスはどのような評価を受けるのか。今まで一番リズム感はいいと思います。あ、やっぱ違う、この子はいい。先生の言う音楽に合ってる。クランパーだからクランプを踊るんではなくって、曲に合わせてその自分の持っているクランプのスキルをソウルっぽく俺から見てて面白い踊りするなって感じさせてくれた。そして実はもう一人エンジンが興味を示した人物が。あれ必要な要素の部分っていうのは非常に僕の中では、あ、いけそうだなっていう期待感が正直あった。それが吉田俊介。ダンスのスキルとしては決して高くなかった、残念ながら。いいものをもう現在持ってるのに、それをどう自分で理解をしてて使っていけるのかなっていう、じゃあもったいないなと思って。こうして全員のダンスが終了すると、まあ、今皆さん そのダンスを見させてもらって、自分たちがこれからそのパフォーマンス、ダンスっていう要素を含めて世に出ていくための今ちょっとステップにいるわけじゃん。その状態でそのいわゆるお客様に提供できるものっていうのが持っているのかどうか、その自覚があるのかどうか、まず自分たちの中にね。でその中でちょっともう少し見たいなと思うので、これの方からピックアップするので、ちょっと踊ってもらいます。もう一度どの指名で、はい、プロとしてデビューする覚悟があるのかチェックするため、突如行うことになった追加審査。実は期待してたんですよ。伸びしろっていうのがこう感じられるっていうところの要素の方がどっちかって多い。期待しているからこそもう一度チェックしたい候補生がいるという。まず選ばれたのはこちらの3名。あれ渡辺君うまい子じゃない、うまい子。エンジンが評価していた吉田、渡辺も選出。吉田、渡辺ともにキレのあるダンスを披露。プロの目から見てもうまい。あ、そう。はい。結構長い時間踊ってたのかな。お客さんには何を伝えたかった。まあエンターテインメントって言えば、お金を払ってお客さんを見に来てくれるわけであって、その本番を見に来てくれる人がいるから、そこに向けて練習をして満足いくようにさせるのが
僕はエンターテインメントだと思います。今の踊りを見る限り俺は金払ってみたくないね。はい、吉田君は、はい、まあ、今の曲を感じて何を伝えようとした、はい、一番に楽しさを伝えたかったんですけど、それだけだと絶対に飽きてしまうので緩急をつけたり自分なりに工夫して踊ってみました。はい、いいです。うわ、怖い。続いて選ばれたのがこちらの3名。そしてエンジンが最も気になっている候補生こそこの福田。どれが福田？ポイシロ。はい、じゃあこれで。また曲がちょっと MC ハマー？ハマーですよ。はい、あら福田君さ、ステージに立とうと思ってる？はい、立ちたいと思ってる。はい、だってなんでもっとそのテンションが出てこないのかな、前に。なんかあんまり上手くないんでちょっと自信なくて。うん、でもお客さんにとっては関係ないことだよね。はい、人前に立つのがすごく苦手。それってやっぱこのエンターテインメントの世界で生きていく上ではすごくマイナス要素になる。恥ずかしいじゃなくて、できないことが恥ずかしいんだってことを理解してほしい。福田の自覚の足りなさをエンジンは見抜いていた。このことは福田への評価にどう影響するのか。こうしてダンスの審査は全て終了。我々パフォーマー、ダンスであったりとか歌であったり、全てのエンターテインメント関わる人間っていうのは主役っていうのは自分たちじゃないからね、うん、主役はお客さんだから。まあ今日はこんなから俺なりの視点で評価はさせてもらうので、もっとちょっと意識を持ってください。いいですか？はい。そして次週ボーカル審査に突入。合格できるのは半分の18名。果たして生き残るのは誰なのか。歌もあるのね。そうね。あんまりボケたくない空気ですね。いやまあね、結構ガチの感じなんですね。ガチでちょっとピリついてますよね。走って厳しいですね。ああこれ必中なんですよね。あれが裏でそうして、やっぱりそうしないとステージ上で楽しくできないから。そうか、やっぱ厳しいんだ。厳しいね。でも想像を絶する厳しさでしたよね。結構あのなんか最初に体幹がブレて怒られてた人が、あ、いた。あ、なんか、うん、結構ガタいい形してたね。ムキムキしてたよ、うん、すげえ怒られた子いなかった？いた。石川くん、石川くん、なんか周り盛り上げようと、ね、えー、えー、えー、そういうんじゃないかなみたいな。お客さんだからみたいな、うん、誰がすごいかよくわかんないから、ほら、エンジンさんが言ったスタン、うん、まあそうだよねみたいな。この子だよね。そうっすよね。はいはいはい、目がね違うからみたいな。でもすごい高評価を受けてた。あ、子もいましたね。いましたけど、渡辺くんですか、うん、その背の高い子かな、うん、これもプロから見てもあれなんかいい感じなの、はい、なんか中では一番良かったと思います。帽子かぶってた子いたじゃん。あ、黒いで、あの子1回目はすごいなんか、うん、お、なんかかっこいいと思ったけど、うん、曲が変わって違うかな、うん、なんか踊れてなかったですね。自信ない感じだったんですよ、うん、ね、でも顔も、これ顔はもちろん重要なんですよね。当たり前ですね。そうか、当たり前ですねって言うと自分はもうイケメンだってこと。なるほど、それならイケメンだけど、イケメンだけど。重圧に押しつぶされそうな候補生たち。なるならずっとそれずっとじゃなくていい。そしてついに合格者が発表。果たして勝ち残るのは誰なのか。どう
でした？ダンスは。僕ダンス歴がなくて、もう昔からずっとしたかったっていうのはあったんですけど、なかなかダンスっていうのに踏み入ることができなくて、でも家でずっといろんなアーティストさんの PV とかで、本当に、まあ、言い方を変えると独学っていう形でやってて、で自分楽器とかパーカッションの演奏の経験があって、リズム感に自信があったんですけど、やっぱりいろんな人の個性がある部分を見ながら取り組んだので、まあ、いろんなものを吸収しながらこれからもやっていこうかなっていういいきっかけにはなりました。どうでした？ダンスは曲が、まあ、知らない曲あったので、ちょっと最初イントロがめっちゃ静かで、このままずっとこの曲調だったらやばいなと思って、でも途中からどんどんビートも入ってきて、まあ、自分が今さっき何やったかはあんま覚えてないんですけど、ちょっと夢中で、まあ、楽しめました。はい、もうダンス未経験なんで、もうとりあえず聞いてなんか楽しそうだったんで、楽しそうにやることだけ考えました。なんかその一個前の人も乗り良かったですか？そうですね。ただその自分の幅を使いたかったんで、その盛り上がってたんで、でちょっとあと相手に迷惑かけないように自分のゾーンだけでやってみました。やりきりました？自分の中では、はい、今のはやりきりました。お疲れ様です。なんか終わった後にちょっとガッツポーズしましたよね。え、いやなんか楽しかったなと思って、純粋になんかみんなの踊り見れて楽しくて、自分はなんか多分あの時にあれがやれたんだったら、あれが自分の全てだったんじゃないかなと思ったんで、まあみんなの聞いて楽しかったし、なんかいろんな音楽聞いてずっと楽しかったんで、よかったかなと思いました。なんかすごかったっすね。全然すごくはないですけど。なんか決めてたんですか、やる前から？いや、何も決まってないです。はい、その場のテンションで楽しみました。それだけですけど、全然ダンスとかやってこなかったんで、なんかみんなすごく見てて、なんか上手い人多かったんで、で自分もちょっとやってみたいなってすごく思いました。皆さんすごい上手で、はい、どうした、周り乗ってました？周りの人たち、周り乗ってくれてる方もいたんで、後でちょっと話しかけようかなと思います。ありがとう言いに行こうかなと思います。はい。ああいうのって初めてですか？ああいう初めてです。高校の学祭とかで、まあ、コピーダンスで踊ったことは全然あるんですけど、まあ、その場で振り付けてねっていうのが初めてだったんで、とりあえずもう今までで学祭で踊ったことのあるような振り付けをもうバーッと頭の中で書き出して、でそれでもう頭でバーッていう感じで。ダンスは自分全然初めて2ヶ月とかで、普段はこうダンススタジオに行って振りを落とされてそれをやってっていう感じだったんで、フリースタイルになるともう全然わけわかんなくて難しかったです。中学3年の時の文化祭で友達にダンス誘われて、そこで始めたら楽しさにハマってしまって、もう野球じゃなくて高校からはダンスやろうと思って切り替えました。次はこの、そうですね、デビューしてダンスでもこうトップ行きたいなと思って。